とは違う子だし、喧嘩するかも。ほっ、わーお、ずるいぞ。でも私は市川に勉強教えてもらったことはないからね。そっちの方がずるいからね。教わればいいだろう。セリフもあるんだよ。マジキモい。この頃オープンにしていたカップルいたな。いつも手つないで。でも私は均一にしていた方が楽しいと思うな。いちこはどう思う？っていうのはファンタジーだよ。知ってるわ。質問することに意味があるんだよな。ああ、すみません。何買うの？聞きしょか。あ、何したな。おい、鋭いぞ。授業中、山田しか見えない。後で先生に言った方がいいかもね。うん、ぬくもりの人、原さん。交換したの。あー、でも名前聞き忘れちゃった。すっごく綺麗な子。あんな綺麗な子クラスにいるのね。あんたわかる？山田。やらかしたのか。
れ？なんで山田がここに？この前と逆だね。やばい、今絶対キモい。風邪だろ。やっぱ体調悪かったのか。一昨日イチゴババロは食べずに持って帰ったし。ギャルはオタクに優しい説立証か。ん？なんだなんだその人殺しの目は。いやでもとにかく今度聞かれたら即答だ。やってる。おい石川、ねえちゃんとやってる？やってる。何杯？まずい。わかるんだって。マジで？圧倒なセックスを求める正常位派。なるほど。彼に支配されたいバック派。そうなの？彼を支配したい騎乗位派。やだ。そしてアブノーマル派。わーお。くだらねえ。あ、いや。
全然甘いよ。私のことちゃん付けで呼ぶし。それは可愛い。いちこは可愛いって言うんだ。キモすぎたか。これ山田か。どうしよう。あ、罠か。握り直したら痴漢。よかったとか。そもそもあの時間は何だったんだ。うん、俺はお前、お前は俺、イマジナリー京太郎。なるべく並ばない方がいいよな。いや、あの、誤解というか、俺は山田。今やろうとしてたろ。そうかな。僕からいつかは好きだ。理由はありません。俺が嫌だからです。ビデオ通話。もしもし、メイ君、部屋着。もし、音聞こえない？うせえ。おて。今やろうとしてたろ？お土産的な。ありがとう。じゃあキョウちゃんの見していいんだ。はい、ここ。あんまり変わらんの。全然違う。当ててみて。こういうのは気持ちで。下の名前とか？山田なんだっけ？
んだっけ。ヘチ、近いんだよ。ありがとう。